サンテグ・ジュペリー作稲垣直樹役星の王子様17気の利いたことを言おうとすると誰でも少しは嘘をついてしまうことがあるものですガストの点灯トのことでは僕は少しばかり大げさな言い方をしてしまいました地球のことを知らない人たちが 地球について間違ったイメージを持ってしまうかもしれません。実を言えば、地球上で人間が占めている面積はとても狭いのです。地球の二十億の人口が、もし仮に集会で集まった時のように少し詰めて立ったままでいたら、縦・横三十キロメートルくらいの広さの広場に難なく収まってしまうことでしょう。 大西洋の一番小さい島に地球の全人口を積み上げることだってできるくらいです。君たちがこんな風に言ったところで大人たちは無論信じるありません。大人たちはまるでバオバブみたいに自分たちが地上で幅を利かしていると思い込んでいるのです。だから君たちは大人たちに。 計算をしてみてくださいと進めるのが良いでしょう大人たちは数字が大好きですから計算はお手のものでしょうけれども君たちは自分ではそんなつまらない計算には時間を使わないでください骨折り損です君たちは僕を信じてくれているのですからというわけで地球上に降り立って 王子さまは人っ子一人いないことにびっくりしました。これは降りる惑星を間違えたぞと心配になってきていました。そんなと時、月の色をした丸い輪のようなものが砂の中でピクッと動きました。こんばんは。と王子さまは一応声をかけてみました。こんばんは。と蛇が挨拶を返しました。 なんという惑星の上に僕は落ちてきたんだろうねと王子様は尋ねました「地球の上にさここはアフリカだ」とヘビは答えましたそうなのということは地球上には人が誰もいないんだねここは砂漠だ砂漠には普通人は誰もいないさ地球は広いんだ と蛇は説明しました王子さまは石の上に腰を下ろして空を見上げました「僕は思うんだけど」と王子様は言いました「満天の星がキラキラと輝くのは僕たち一人一人がいつか自分の星が見つけられるようにってことなんじゃないだろうか」「僕の星を見てごらんよ僕の星はちょうど今 君と僕の真上にある。「でもなんて遠いところにあるんだろう」「美しい星だなあ」とヘビは言いました。「ここへ何をしに来たんだ?」「一輪の花と面倒を起こしてね」と王子様は答えました。「ああそうだったのか」とヘビは応じました。 そし「人間たちは一体どこにいるの?」ととうとう王子まがまた口を開きました「砂漠では独りぼっちでちょっと寂しいね」「人間たちのところに行ったって独りぼっちで寂しいものさ」と蛇が言いました。 王子さまは長い間じっとヘビを見つめました「君は変な動物だね」と王子さまはようやくヘビに言いましたまるで指みたいに細くて「だけどこの俺は王様の指よりも力があるんだぞ」とヘビが答えました王子さまはにっこり微笑んで「君にはそんな力なんかないよ」 足だってなないいじゃないか。君は旅をすることだってできやしない俺はお前を船が運ぶよりも遠いところへやってしまえるんだぞと蛇は言い返しました王子さまのくるぶしに蛇は巻きつきましたその姿はまるで金のブレスレットのようでした俺が触ると、 誰だって月に帰ってしまうんだ」と蛇は言葉をつぎました「けれどもお前は汚れを知らないしよその星からやってきたんだから王子様は何も答えませんでした俺はお前がかわいそうだと思うよこの岩だらけの地球上でそんなにもか弱くていつかお前が。 自分の星が懐かしくて懐かしくてやもたてもたまらなくなったら俺はお前に手を貸してやってもいいそして俺はお前よ。ああよくわかったよ」と王子様は答えましただけどどうして君は謎めいた話し方ばかりするのかな俺は謎はなんだって解いてみせるからな。 蛇は言いましたそして2人は口をつぐみました。